はい、皆様こんばんは、カズチューブです。まあ、こんにちはだね。オリックス敗れましたが、まあ、連敗です。きつい連敗です。今日は勝っておきたかったというゲーム、試合後の談話をまとめてお伝えしておきましょう。まずは中嶋監督です。その勝っておきたかったという気持ちがやっぱり強かったのはね、監督だと思うんですけども、まずその打線が序盤からチャンスは作ったんですけれどもねという質問に対しては、と、まあ、言った後なかなか言葉が出てこなかったんですが、まあチャンスは作ってもホームに帰ってこなければ同じなんでねということで、まあいい当たりもなかったわけじゃないですよねという質問に対しては、またそこでちょっとね考えながら、まあ単発なんでなかなか連打が出ないですねと、難しいというその言葉を絞り出していました。まあ、それはもう打線の組み方であったりとか、まあ、どうやったらこう繋がるんだろうかというところで、単発に終わるこの打線に関して難しいというその一言が今日は僕はすごく印象的でした。で、あとそのそうですね、ピッチャー陣に関して言うと、まず吉野投手ね、もっとこう楽に投げさせてあげたかったねと、まあ、8回2失点なんでねと、もうね、ピッチャーとしては素晴らしいピッチングですから、やっぱりその味方が点を取れないので、どうしてもその1点もやっちゃいけないピッチングになってくるということなんでしょうね。まあ、本当に楽に投げさせることができなかったというところが監督の中ではやっぱり一番、悔やまれるところなんでしょうね。で、ビドル投手に関してもね、で、まあやっぱりこのところはやっぱりよく内容が悪いねと、で今までもまあランナー出しながらはまあそれでも三振は取れていたんだけれども、やっぱりちょっと何が悪いのか何が違うのかということを考えないといけないねと、ビドルに関してね、まあ、そんな風におっしゃっていました。であと、そうですね、やっぱりそのトータルで言うとね、まあ、山本投手も、まあ、3回の、失点1と8回の失点も、まあ、相手の、まあ、作ったワンチャンスをしっかり生かす、されてしまったということで、やっぱりそのワンチャンスを生かす相手の攻撃と、こっちはワンチャンスどころではないという、そのチャンスで一本出ないというもうこの差だよねという監督もおっしゃってました。で、まあもうとにかく明日もゲームがあるわけでも切り替えていかないといけないんで、なんとか一つね取れるようにもう全力を尽くすしかないということ、2分ほどの囲みの取材でした。で、今日敗れました山本由伸投手に関しての吉野君の、まあ、試合後の囲みの談話なんですけども、まあ、今日はね自分としては調子はいい方だったと思うということで、で、まあ、3回の失点1というところで言うとね、まあ、あの回の失点は自分のイメージしたボールがいかなかったということ、ただまあその後ねしっかりと7回までは、もう本当ピンチらしいピンチもなく、しっかり抑えることができて、まあ、自分としては調子は決して悪くなかったんだけども、まあ、8回の、ね、失点というのは、まあ、同点に追いついてもらった後の失点だったんで、まあ、試合の流れという点では、あの1点がまあ悔やまれるということを本人は話していました。まあ、とにかく、まあ、悔しいという言葉が何度か口をついて出ていましたね。まあ、本当悔しいと思いますよ、ね。まあ、自分としてはやっぱり8回の失点、同点に追いついてもらった直後の失点をね、悔やんで、いました。まあ、でも調子自体は、決して悪くなかったんでというところでね、やっぱり勝ちはつかなかったけれども、まあ、自分としてはまあ納得いくボールもあったと思うんでね、まあ、そんなに深刻に彼のピッチングに関しては捉える必要はないんじゃないかなと思います。まあ、ただ悔しそうな表情が印象的ではありました。で、明日先発が宮城投手ですよ。中日打線に関して言うとやっぱりよく打つというイメージがあるんで、まあ、なんとかそこはつなげられないように、しっかりと投げていきたいということを話していましたね。で、まあ、相手石川選手が同期入団で同級生
なんで、そこは意識しますかって、まあ、お互いね、まあ、そこは、同級生同学年なんでね、刺激し合って、やっていければいいかなと思って、まあ、昨日ちょっと一塁ベース駆け込んだ時にちょうど送球それて一塁手の中川圭太選手交錯しそうになってそこでブレーキかけた時にちょっと膝を痛めたみたいで今日練習参加していなかったんだけども、まあ、その辺で、ちょっと心配なんだけど明日どうですかねという話で、で、まあ、ウエスタンでの対戦は1年目にあったんだけども抑えてる印象はあまりないんでと、で実際抑えてないんですよね、だから、まあ、その辺はどうですかねというような話はしていましたけどもね、まあ、とにかく明日、とにかく中日打線にはつなげられないように、投げていきたいということでした。というわけでなかなかこう負けた後のゲームというのはね威勢のいい、コメント談話をお伝えすることはできなくて残念なんですが明日こそ、なんかウキウキの談話が、皆さんにお伝えできるように、なればいいですね、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。